はい、どうも。今回の動画ですね、僕らいろいろ疑問に思っていることがたくさんあります。はい。学童野球について珍しく動画を撮っていこうと思います。はい。僕ら、いろんな年代の野球に関わらせてもらって、ちょっと学童野球だけ、ここ変だなと思うことあるんですよ。はい。今回は学童野球も取り上げてみて、はい。して、こういうとこ改善できたらいいのになと思うこと、用具に関することなんですけど、ありますので、お伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。はい。まず僕がいつも思うのは、バットについてなんですよ。はい。バット。バットってなんか学童野球って、なんか78とか80センチ、はい、はい。主流で、こちらビヨンドマックスですね。はい。がとても主流なんですけど、はい。僕はね、なんか長いと思うんですよね。そうですね。まあ、78、80は高学年向けですよね、基本。高学年でも長いと若干思ってて、なんでかっていうと、多分今お子さんが持ってるバットをこういう風に地面につけて持ってほしいんですよ。こちらね、一般の方が使う84センチのバット。はい。で僕がこうやって大体持つと、大体このへそより下なんです。はい。全然下。ベルトよりも下ぐらいですよね。でこれで構えてちょうどいいぐらい。そうですね。大人が84センチを使うみたいな形ですね。はい、少年野球の場合、このもうへそぐらいまで来てる子いないかなと。いると思います。へそぐらいってイメージすると、僕らが言うと、こういうノックバットで構えてるみたいなもん。お子さんに例えると。例えると。長くないって言う。これで、芯に当てようと思ったら、めちゃくちゃコンパクトに振らないと、当たらない。はい。と思うんで、いかにね、ビヨンドが、芯が広いと。ここからここまであるといえども、やっぱりここで打ったら一番飛ぶんですよ。マシンで飛んで。そうですね。打った方が。だから、余計難しいよって思うんですよ。長いと。長いと。で、畳まないといけなくなっちゃいます。めっちゃ畳まなあかんやん、これ。だいぶね、難しいと思う。だから、ビヨンドも最近76とかまで出したやん。出ましたね。はい。だから、短くてもいいんですよ。届かないボールは、ボールです。はい。はい。腕の長さがありますんで、いかにこう、コンパクトな方が大事やん。で、ここで飛んじゃうから、技術力低下とか、叫ばれる。ルールも変わりますし、いい機会ですよね、長さを改める。そうですね。軟式野球連盟のルール変わって、一般軟式のビヨンドは、学童野球では使えなくなりました。はい。はい。ビヨンドが禁止ってわけじゃなくて、ビヨンドは使えます。軟式少年用って書いてあれば使えるんですけど、はい。一般用って書いてあるやつはダメになりました。はい。ただ、ややこしいのが、一般用でもカーボンだとか、金属のバットは使える。と、はい、いうことは、ブラックキャノンとかは大丈夫ってことですかね、普通の。そうやね。こういう、そうやね。はい。だからちょっとルールが僕らからすると曖昧で、はい、じゃあ軟式少年用で長いバットで重たいバット、作ったらそれで使えちゃうのってなっちゃう。要はここの何々用のとこだけ一般用から少年用に書き直したらいいんじゃないかってことですよね。そうそう、軟式用全く一緒じゃなく、そうそうそう、それで書いちゃったら使えちゃうよっていう疑問も一つありますね。軟式少年用と軟式用は何が違うかって言われるときに、ここだけなんですよ、見るべきところ。それ以外のルールが決まってないので、その辺だなと。とりあえず短くてもいいよってとこなんですよ。そうですね。高学年イコール80センチ、はい、だったら僕はこれ長いやと思う。これむずいよ、これ。長いですね。外角届きますけどね。外角届くか内角絶対無理や。っていうのは一つすごいずっと疑問に思ってたことがバットではあります。だから短いバット使っても全然いいんですよ。はい。遠心力言いますけど、ビヨンド使ったら一緒やん。一緒ですね。これあったら飛ぶよっていう。ことですね。そうですね。100メートル飛ばそうが、80メートル飛ばそうが、学童野球だったらホームランですよってことですね。そうそうそう。なんで扱いやすく、バッテリーの芯に当てやすい方が、先にもつながるし、はい。いいんじゃないかなって、ずっと思ってます。なんで、70、2、3、4、5、6でももっと折れてもいいんじゃないかと。はい。だから、高学年イコール80センチっていうのは、ちょっと、僕が変えてもいいんじゃないかなと、思ってることです。はい。はい、次は、おすぎが語るグラブ編です。次はグローブ編、はい、はい、よく多いのが手口を一つ詰める。ああはい、バンド部分ですね。ここで、はい、一個詰めるっていう、はい、3、4年生のお子さんにあり多いかなと思うんですけど、やっぱ高学年までグラブ使ってほしいんで、うん、大きめのグラブを選びたい、まず大前提に、うんうん、ただゆるゆるだから手口バンド一つ締めて長く使おうっていう作戦がよく取られるんですけど、これちょっとまずいかなと、うん、はい、それはなんですごい突っ張っちゃうんですよ。こうバンドって親指つながってるので、はい、なので1個詰めることですごくこう小指側に親指が引っ張られちゃうんですよ。
なのでグラブがこう閉じきれないというか、簡単に言うとすごい硬さを感じるような、感じになっちゃうんです。これがどうしても小学生のこの握力だと閉じきれない、うん、のでフィットしてるけど閉じれないグラブっていうのが生まれちゃうんですよ。うん、まあ、引っ張りの圧力が強くなるので、はい、まあ、前もちょちょ言いますけど、ここが引っ張りが強くなるんですよ。こう引っ張ってもらったら分かると思うんですけど、こう引っ張りますよね、閉じづらくなるですね、はい、なんでまあ紐を取れる余裕があれば、紐取っちゃうとすごいグラブの開閉が楽になると思うので、その逆が起きちゃうんですよ、うん、それでどうしたらいい、もっと手口小さいグラブを選ぶ、まあ、理想はそれです理想はそういうこと、バットのお話と一緒ですね、うん、体に合ったグラブできれば選んでいただきたいなっていう。そうですね、小学生の場合はポジションよりも体に合ったグラブが一番、あ、みんなで言う SMLLL ってあるんですけど、はい、LL 使うことほぼいない、ほぼね。L もあんまり好きじゃないんですよね、まあ、本当は M ぐらいでいいんですよ、はい、で身長伸びたらってあるんやけど、まあ言っても5ミリぐらいやから、はい、まあ、手に合った方がいいんじゃないのっていう。そうですね、で僕らが小さいグラブを進める理由は、やはりどっちみちグラブ取ってほしいところはここなんですよね。しっかりポケットを取る、はい、網で取ってほしくないので、ポケットの芯で取ることを練習するならば小さい方がいいですし、はい、まあ、使いやすいよっていうことで、高学年だからって先ほど言ったように L サイズとか使う必要はないという、はい、全然使う必要ないです、はい、のが一つの、こっちが上達の秘訣、はい、意味になりますね、はい、でもう一つあって、人差し指を出すか出さないか問題あります、はい、プロがね、みんな出してるから、はい、まあ、出したくなるのは分かりますけど、一つ出すことによってデメリットあるんですよ。はい、ね、こうやって握ってもらうと分かるんですけど、力入ります、うーん、5本でグッと握った方が力入りません、はい、はい、入りますね。なんで小学生の場合は握力まだないので、そんなにボール掴みに行きたかったら入れといた方が最初はいいと僕は思いますね、グッと。だってただ握力ないのにこうなったら動かないじゃん。そうですね、一般の方でもう呼吸感覚とか野球上手になってきて最低限の力で閉じれる方はいいけどってことです、ね、そう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 、なんで握力ないうちは入れといた方がより閉じれるんで、まあ、ポロリが減るよと僕は思います、はい、なので全然高学年でも M サイズを買っていただいても、はい、体に合っていれば大丈夫ですし、全然問題ないです。まあ、たとえ10センチ伸びても別に使えますから。そうですね、グラブは小さい方がいいんですよ、はい、はい、まあ、それで取れないボールってなかなかないんですよね。うん、あとまあ一つ中学講師でもよく言うんですけど、ここの場所ね、しっかりね、中指と薬指の辺がこの第二関節まで入ってくれた方がいいですね。これは大事なことで、入ってないと結局指が届かないんで、この呼吸弁がぽっかり浮いたグラブになっちゃいます。ありますね、だってここが伸びちゃうからね、はい、手が短いと、で掴みに行くからこう伸びちゃってポコッとなった、よくなって、まあ、いかにもボールが入ってこないでくださいみたいになっちゃうんで、そうならないためにもしっかり手入れてみて、ここがかかってるかどうか、はい、だけチェックしてほしいかなと思います。タテスポチャンネル、あとスパイクなんですけど、まあ、スパイクに関してはやはり大きすぎるのを買っちゃダメですね。やめてほしいですあのスパイク大きすぎて買うと、はい、その時足が動いちゃうので、めちゃくちゃプレイしづらいし、はい、まあ、怪我の元になるし、はい、まあ、その習慣ついちゃうと良くないですね。たまに、中敷き抜いてあげて、はい、足の指の跡ってついてるんですよ。特に親指。親指の。これが上までキチキチに当たってたら、もう替え時です。で意外と子供さんって気づきません。慣れちゃってるんですよ、その感覚に。はい、それも逆に危険で、それが続くと巻き爪になる原因。はいはいはい。地獄ですよ、負け組は。めちゃくちゃ痛いです。自分の爪、小さいスパイク履きすぎて巻いちゃうんですね。で、自分の皮膚に向かって刺さるという激痛なので、それをね、意外と履いてる本人って気づかないんですよ。慣れちゃって。お店来て2センチアップとかたまにありますね。たまに中敷き抜いてあげると、足型残ってますので、理想は 0.5 から1センチまで。そうですね。が理想なので、それぐらい空いてたら、もっと上手くなってますね、子供さんは。正しいスパイク履いたら。はい、だって、ね、野球ってみんな地面からパワーもらうって言うじゃないですか。地面からパワーもらうゼロ最初の時点でもうロスってるんですよ送球、はい、打撃、走塁すべてのはい、はい、もう走塁なんて明らかにね、そうです、足が滑ってからスタートするから遅くなるから絶対良くないんで、まあ、不安定な足までいいプレーできないですもんね。そう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 、はい、なのでやっぱり1センチぐらいまでが許容範囲なので、はい、と、たまには中でチェックしてあげて、子供さんの気づかない点を親さんが聞いてあげると、はい、しっかりプレーできるし、変な癖がつかないです。この時ついた癖っても治りませんので。扁平足とか厄介ですよね。扁平足は小学生は叱らないあのまだ発達してないから、あ、ただまあ改善はできるんですけど、はい、まあ、スパイクは正しい履き方、はい、で大きすぎるものを買わない、
何でもそうなんですよ。みんな大きくなるからって大きすぎるも全部バットもグラブも、はいはい、それも買いすぎなんですけど、はい、ある程度にとどめてた方が実はお子さんのためになるし、今日のまとめですね、大きいものは注意、まあ、注意、まあ、そういうところは僕らが見れば安心できると思うんで、はい、まあ、全然人生はね、大きすぎるも使わないことです、はい、その辺は許せる範囲までは僕らは分かりますんで、ぜひその辺はお答えください。はい、前の動画でね、やったタケスポチャンネルとインスタ、はい、あとおすぎの TikTok が5000人、2000人、3000人突破したプレゼント企画、たくさんの応募ありがとうございます。まだね、この撮影時点では締め切ってないので、はい、まだ発表できないんですけど、いろいろリクエストも書いてくれて嬉しいですね、はい、嬉しいです、はい、なんかおすぎの素振り頑張ってくださいとか言ってまずまず成果を見せてくださいって言ったよ。正解、今オフシーズンなんで、はい、正解、すいません。でも素振り毎日5回やってるんですよ、インスタのストーリーで。もう何日？現時点で150突破しました。あ、150日で、はい、毎日5回だけ振るという、はい、なんか謎きて、なんでやってるんですかって言われるんですか毎日1日振り返るためにやってるんですよ、あれは、はい、そう思ったあなたはもう術中にハマってますか。そうそう、もうすぐ現の素振り今日やってないかなと思っちゃうかもしれないから、営業日はやってますんで、家では知りません、はい、そこまでは簡単ですね、はいはい、オフです。まだね、発表できるようになりましたら、ちゃんと発表しますので、はい、楽しみにしててください。はい、今後もですね、毎週火曜7時ぐらいに、選手のためになる動画や配信情報をお届けしていきますので、チャンネル登録とグッドボタンですね、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画もお楽しみに。またねー。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。